男性が切なくなるほどに愛しいと思う女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質に放課することで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。彼女のことを考えるほどに胸が苦しくなる、切なくていても立ってもいられない、それほどに愛しい、そう男性に思わせる女性にはいくつかの特徴がある。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。彼がね、何を思い何を考えるかに関係なく、あなた自身がブレない心を作るためにはどうすればいいのか、目先のことに右往左往しない心の作り方についてはこういうふうな詳しくご紹介をしています。こちらに画像が出ていますが、日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、ぜひご都合合わせてね、こちらをご視聴いただくといいと思います。2日間の本格的なセミナーで、2日間僕はずっとご一緒させていただくので、まあ、その中でね、いろいろ突っ込んだ話なんかもしていただくことできるんですが、まあ、今日は男性にとってこういう女性がいると、その人の存在を感じるだけで、考えるだけで切なくて苦しい、彼女が愛おしい、そう思ってしまうよね、どんな女性なのかというお話です。もちろんここでご紹介させていただいた話、すべてのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の概要欄説明欄にリンク出ていますから、こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時をご入力いただいてお申し込みください。ということで、今日は男性が切ないほどに愛しいと思う女性の特徴ということで、代表的なものを7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい。本心がね、わからないお相手のことは、それはまあね、愛しくて切なくなってしまうことはありますよね。あなたのこといいなと思ってる。だけど、本当はあなたが何を考えているのか、本当は自分のこと好きでいてくれてるんか、ひょっとして他の男のことが好きなんちゃうかな、あ、ひょっとして俺って守備範囲外になっちゃってるんじゃないかな、やばいな、どうしよう、どうすれば彼女はこっち向いてくれるんだろうか、どうすれば彼女をこちらに関心を向けてもらえるようなアプローチができるんだろうか、あれなんで俺はいつもこんなに彼女のこと考えてるんだ、あ、やっぱり俺は彼女のことが好きに違いない、俺はやっぱり彼女が必要なんだというような、まあ、気持ちにね、どん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 なっていく。もちろんね、あなたから彼に対して私好きなんよ、あなたのこと大事に思っとるんよという気持ちを伝えておくっていうのは大事な大事な前提条件ではあるんだけども、だけどもね、あまりにもそれが度が過ぎると彼にとってはそれが当然当たり前、そんなこと分かりきってる話だったりするから、逆に安心してしまうということもあるし、完全にね、いや私あんたのこと嫌いだからもう全然ダメだからということを伝えてしまったら伝えてしまったでシャッター閉じられてるんだというふうに彼はそこで思ってしまうから、まあ、つまり白黒はっきりしてる状態だと、そのはっきりした状態に合わせて自分の心持ちをね、コントロールしていけばいいだけなんだが、はっきりしていないからどうすればいいんだろう、彼女は本当は何を考えてるんだろうという迷いや不安、そして心配から、あなたのことをどん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 好きになっていく、あなたのことを考えるほどに切なくなっていくという、そんなお話でした。そして2番目はこちらです。はい。物理的な障害があればあるほど愛しいという気持ちは募っていく、会いたいと思っても会えない、結ばれたいと思っても結ばれない、しかしお互いの気持ちはつながっている、お互いが結ばれたいと思っているし、お互いがお互いを大切だと思っている、だけどもそこに物理的な障害がある、まあお家がね、どうしても、お二人は結ばれちゃあかんよみたいなね、そういう厳しいお家だったりするとか、まあ職業上ね、どうしても、まあ例えばお客さんと営業マンだったりとか、まあ、上司や部下という関係だったりとか、ちょっとこの関係はまずいよねというケースであるとか、例えばお互いに結婚しているとか、まあ、一方が結婚しているというような、社会的にね、その関係って気持ちはあってもダメだよねということになってくると、まあ、ダメな分ね、ますます盛り上がってしまう。障害がなければないで、お互い距離がぐぐっと縮まっていくから、縮まった分ね、お互いのことがよく見える、逆にいつでも会えたりする関係だったりもするし、まあ、結ばれてる状態だったりすればするほど安心しきってしまってね、逆にこう愛しさみたいなものが少しこう足りなくなっていくんだけど、まあ、障害があってね、気持ちがあってもそれが無理っていうふうになってくると、
ますます盛り上がっていってしまうということは、まあ、不倫なんかがね一番分かりやすいかもしれません。だからこそ適切な距離のある関係っていうのはね、いい意味でも悪い意味でも、その不倫関係って、ね、長続きしちゃうというお話はこういうお話ながらご紹介差し上げました。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあります。まあ、なので、無理やりね、まあ、障害をそこに設ける必要はないとは思いますが、ただあまりにもこう会いたい時に会ってあげるとか、彼の言うことを日頃からね聞いてあげて、彼が会いたいというリクエストにいつも応じてあげてしまったりしていると、まあ、だんだんねその気持ちっていうのは収束に向かっていってしまうことがあるから、その辺はねもうバランスの取り方次第というお話でした。そして3番目はこちらです。まあ、だからこそなんですが、言いなりにならないことなんですよね。彼の思い通りにならない、彼がこうしたいああしたいと思ったことがなかなかねその通りにならない、あなたが何を考えているかわからないという1番目の話もそうだし、2番目にあったような、お互いの間にね障害があるケースもそう、そしてあなた自身がね彼の要望に対して時と場合に応じてはっきりとしたノーを伝える、思い通りにならないから、どうすればいいんだろう、どうすれば思い通りになるんだろうか、彼女は本当は何を考えているのか、彼女はノーと言ったけどこのノーってどういう意味だ、どうしよう、俺は何をすればいいんだろう、なんていうことを、まあ、考えてしまう、まあ、むしろね女性の方がそういう時には、いろんな妄想が膨らんでいってしまうケースが多かったりするんですけど、同じようにね男性もやっぱり思い通りにならないからこそ、まあ、ドキドキしてしまったり、お相手に対する恋愛感情が高まっていく、まあ、言ってみれば恋愛感情ってさ思い通りにならない、また、思い通りにしたいその欲求や、そしてそれに合わせて生じる不安や心配に基づくドキドキ感がこのね切ない思いみたいなものの原因だったりもするので、だから実際に一緒にねお付き合いし始めて仲良くなっていけばいくほどその恋愛感情を冷めていってしまうということがあったりするんだが、まあ、だからある程度ねあなたが思い通りにならないような関係づくりっていうのをちょっと意識してあげる、まあ、それもあんまり小手先でね、ちょこまかと駆け引きめいたコミュニケーションの取り方をするとちょっと鬱陶しいと思われてしまうかもしれないが、まあ、ここで言ってるように、まあ、嫌なことは嫌ってはっきり言うとか、お互いの間にねちょっとした障壁を設けて、少し距離をうまくコントロールするようなことをしてあげていただくと、彼はあなたのことをいつまでも切ない愛しいそう思ってしまうようになる、そんなお話でした。そして4番目はこちらです。はい、まあ、だからこそなんですが、ゴールが近い時なんですよね。まあ、ゴールが近い時ほど気持ち高まる、ゴールが近い時ほど切なくなっていくし愛しいと思ってしまうようになる、人はどんなことに対してもそうなんですが、絶対に手が届かない、絶対にこれはもう無理だと思うものに対してやる気湧かないしあまりワクワクもしないんですよね。しかしそれが手に入りそうだ、できそうだと思うとやる気が湧いてくるし、それが手に入った時のことをイメージしてドキドキしてワクワクしてくる、そして手に入れようと思ったものが目前まで迫ってきた時にはもう嬉しくてしょうがない、早くそれ手に入らないから、手に入るのはいつだろう、そんな気持ちにね高まっていく、そこがね、まあ、大体ピークになっていくわけですよね。彼があなたを手に入れたい、あなたとお付き合いをしたい、あなたの愛をこちら側に、ね、向けたい、そしてあなたがいよいよこっち側に向いてくれそうだ、まあ、もうちょっと分かりやすいことでいくと、あなたと体の関係になりたいと望んでます、あなたがそれを応じない、しかし応じてくれそうだ次会った時はとなってくると、まあ気持ちはねどん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 高まっていって、早くその日が来ないかな、早くその場面が訪れないだろうか、どうすれば彼女と早く会うことができるのか、そんな気持ちにねどん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 気持ちがなっていき、あなたのことをひたすらと考えるようになる、そしてね、いつそれが叶うのかなと思いと同時に、なかなかその日が来ないことに対してやきもきしていきながら切ない思いが募っていく、まあそういう時にはね、まあ、性的な欲求っていうのは合わせて高まっていくので、まあ、彼のその欲求をね高めていくという意味でもある意味彼にね、目標がもう近いところまで来てますよということをお示ししてあげることっていうのは結構大事という話はね、こういう話なんかでもご紹介させてあげています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるので、まあ、この辺ご参照いただいたりとか、ただこの話はね恋愛だけじゃなくて、まあ、営業上とか、まあ、上司部下との関係でもね、もうちょっとでこれ頑張ったらいけますからねっていうことを伝えてあげるとね、そのもうちょっとのためにみんな頑張ろうとするんだが、まだまだ全然ダメだからもっと頑張れよっていうふうに言われると、まだまだかというふうに気持ち泣いてしまったりすることもあるという、まあコミュニケーションのね、まあ一ツールとして考えていただくといいのかもしれません。そして5番目はこちらです。はい、足りない何かをね彼が埋めることができるということを確信している時なんです。あなたがね何かを成し遂げようと思って頑張っていますと、しかし何か足りないものがある、その足りない何かを彼の力によって埋めることができる、そして彼もそれが分かっている、しかしそれがままならない、
どうすれば俺は彼女に力になれるんだろうか、いや俺はこういうことすれば彼女に力になれるのにな、彼女が俺に一声かけてくれればこの問題解決できるのにな、その最後の空いたパズルのピース俺が埋めることができるのにな、そんな状態になっているとそれはまあやきもきもするでしょうよと。そしてね、そう思っている自分、つまりあなたに対して力になれる最後のピースが俺だというふうに思っている自覚と自信、これがねあなたに対する恋愛感情をより高めていくことができる。そのためにはもちろんね、あなたが自分が何が足りなくて、そしてその足りないものを手に入れようとするために、まあ、何かのために力を尽くす、頑張ってる、そんな姿をね彼に示すことが、まあ、必要ではある。例えば仕事であってもさ、一生懸命頑張ってますと、ただこれがね分かんないんで、この問題解決できないんで、できない、じゃあこれどうすれば解決できるのかななんて思ってるあなたの姿を見て、あそれ俺解決できるよとなった時に、彼にとってはね、あ頑張ってるし、なんか俺力になってあげたいな、俺なれるし、あ彼女とはお互い肯定的な刺激を与え合えるいい関係じゃないかというふうに、まあ、思えるようになっていくので、まあ、だからこそね、まあ、これは男女みんなそうだと思うんですが、やっぱり日頃自分がねやんなければいけない目の前にある問題に対してはやっぱり全力を尽くして、そして全部は全部ね自分の力で解決できるかというとそうじゃない、足りないこともあるでしょうと、その足りないことに対して私こういうことは足りないよ、力になってくれたら嬉しいな、あんたみたいな人の力を借りることができれば私ねその最後の欠けてるところを埋めることができるからっていうようなことを言ってあげる、まだその言い方とか伝え方はいろいろあるにしても、まあ、そういう思いが伝わった時、お相手とすればねやっぱりその人のために力になりたいというか、まあ、自分がねその最後の欠けている何か足りない何か、それは一緒にいるだけのことなのか声かけられることだけなのか、彼女が欲しい言葉をね、言える自分なのかそれは分かんないけど、でも自分がねその存在になれると思っただけで彼女に対してあなたに対してね切ない思い、愛しい思いというのはどんどん高まっていくでしょうよというそんなお話でした。そして6番目はこちらです。はい、本当の自分にねなれるかどうかなんですよね。彼女と一緒にいると、自分がね素のも自分になることができる。彼女といるといいこと悪いこといろいろあると思うけども、まあ、自分をねあんまり飾らなくても良くなる。もちろん大人としての気遣いとかね、社会常識の範囲内での相手に対する思いやりみたいなものあって当然なんだけど、だけどもさやっぱり普段周りの人と一緒にいるときに感じるようなストレスとかプレッシャーとか、自分を覆い隠したり自分をね強がって見せたりするようなそんな必要は全くなく、自然体で一緒にいると彼女はそれを全部ね受け入れてくれるよね。いやあんただからダメなんだとかね、あんたみたいな男は本当最悪だなんて言ってる人のところに帰りたいかさ帰りたくないし、そのことを思い出しただけで、あちょっとストレスになる、あなんか心がドキマキしてきて、別の意味でねネガティブに彼女と一緒にいたくないなというふうに思ってしまうことがあったりするじゃないですか。これはだから男女逆にしても同じ話であってさ、あなたもねこの人と一緒にいると自然体な自分でいられるし、本当にイライラすることもなく自分を着飾る必要もなくて、心穏やかになれるよね。そして、いい意味でいろんなねこう指摘もしてくれて、結果的に自分自身をもっともっと輝かせることができる、そんな人とだったら、まあ、もっと一緒にいたいと思うし、その人のことを考えるだけでその人のところに行きたいな、その人と同じ時間と空間を過ごしたいなというふうに思うことがあるかもしれない。もちろんそれは何をすればというよりはお互いの、ね、相性という問題の方が大きいのかもしれません。まあ、相性が、ね、いいと感じるというか、まあ、そういう人ってね、男の人って本当にこう、まあ、女の人にとってもそうかもしれないが、一緒にいたいと思う人、こういうお話の中でご紹介させてあげました。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるので、まあ、こういう話の中でね、彼がこうビビッときました。この人とはなんか魂がつながってるかもしれないというふうに、まあ、思うようなお相手で、そしてその人と一緒にいることによって本当の自分になれるなと感じる人のことは、まあ、愛しいとか、まあ、切ないとか、まあ、切ないほどに愛しいと、まあ、思うようになりますよねというお話でした。さあ、そして最後7番目はこちらです。はい、まあ、今の話の、ね、逆になっちゃうんですけど、適度な束縛なんですよね。やっぱりね、男の人は束縛されたいんですよね。ただあくまでも適度なですからね。そして否定をされたいわけではないし、ダメ出しをされたいわけではなくて、もうちょっとね、あんたこういう風にした方がいいんちゃうの、こういう風にするとちょっとそっちはね、あんたにとって危ないとこだからこっち行った方がいいよ、何、私の知らないとこで他の女と遊ぼうとしてんの、そんなこと許さないからね、というぐらいの締め付けはした方がいい。なぜならば、いつも申し上げていますね、男性は基本的には群れの生き物で、群れの中で生活しているのが本来的にはね安心するんですよね。でこの場合の群れというのはあなたと彼との関係、そして群れの中で多くの男性は
中にはねリーダー気質の人もいますけど、基本的には従属者、メンバーのポジションでいる人の方が圧倒的に多かったりするんです。メンバーのポジションというのは決められたルールに従って、その中で本領を発揮していくのがお得意なんですね。だからあなたが彼に対して、いや私をリードしてほしいなとかね、私を引っ張っていってほしいなって言っても引っ張ってくれないからどうせね。だからあなたが適度な束縛をしてあげると、彼はそれがねやっぱり心地いいんです。あなたと彼の間で決められたルールに従って彼は本領を発揮する。そしてそこが彼にとっての居場所になるんです。男の人にとって自分がねそこにいるだけでなんとなくいろいろ決められて、なんとなくその通りに従っていけばいい。そして一個前にも申し上げたように、その決まりやルールの中で本来の自分を発揮することができたりすると、それだけで居心地がいい。あ、彼女と一緒にいると本当に幸せだな、彼女と早く一緒になりたいな、彼女のことを考えるだけで胸がドキドキしてしまう、胸がキュンキュン苦しくなっていく、切ない、愛しい、そう思うような関係を作っていくことができるので、だからこの辺もねバランスの問題だとは思いますが、ある程度ね彼を束縛してあげるぐらい、繰り返し申し上げますが、ダメ出しをするんではなくてね、ルールを作るという意味での束縛をしてあげていただくといいのではないでしょうか。さあ、ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。もちろんね細かく上げていけばこの限りではないんですが、まあ、大概ねこういうお相手に対して、まあ、男性はねやっぱりその人を思うだけで早いところ彼女のところに行きたいな、彼女との関係を、ね、深めていきたいな、できれば自分のものになってほしいな、彼女の愛を独り占めしたいな、そのためにはどうすればいいのかということで、まあ、胸がキュンキュンしだして、だんだんねもうあなたのところにはまっていくというか、まあ、本当に切ないほどにあなたのことばかり考えるようになっていくと、まあ、いうことなので、彼がねなんかどうもちょっと最近私の方から気持ち離れてるんちゃうかなとかね、ちょっと調子に乗っていて少しなんか私のこと舐めてるんちゃうかなというふうに、まあ、思えるような素振りがあったりとかね、なかなかこの人こっち向かないなっていう時には、まあ、この全てが使えるかというとそんなことはないんでしょうけど、まあ、こういうところをちょっとね要素として思い出していただいて、彼とのコミュニケーションの中の、まあ、味付けとしてね使っていただくと、まあ、使っていただけるところもあるのではないでしょうか。ということで参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。